まさか。ごときに拾ってあの組の武道派が務まるか。どっからでもかかってこいよ、キラー。その体でよう言うた小峠、殺すには惜しい男やで。だが次の瞬間だった。なんとおやっさんの体が突然ずれた。そして弾が外れたんだ。おこうか、ここはどこだと思っているゲロン。そこにいたのは罠か。戻ってきてくれたか。おやさんご安心、この男、ここでこの罠か総一郎が切り捨てる。さらにもう一人。ほら何してんだこれ。昨日舐めてくれたね。お前内臓スムージーにする。てめえに逃げ場はねえ。死んで当然地獄行きだ。ギリギリで前方に回避した。もう悪いけど俺のために死んでくれ。その先でおやさんに向かいスタートを切った。しかし小林の兄貴はそれを許すほど甘くない。逃げんじゃねえよゲドウが。投げナイフで追い打ちをかける。ところが木戸は執念で倒れない。これぐらいでこの木戸城一郎が止まるな。しかし罠かの兄貴が間に入る。何を見たくつ、何を見たくつ。その目に宿るのは絶対デートの視線。次の刹那、罠かの兄貴の斬撃が飛ぶ。この町に目を下ろそうとする神器外れ。地獄に落ちるがいい。ここや。なんと奴は皮一枚それをかわしやがった。だが罠かの兄貴は万全、木戸はボロボロだ。人たちかわしたくらいで何が嬉しい。次の刹那、日本刀が壁に当たったかのように翻った。そして罠かの兄貴が刀を上にかち上げる。ツバメ返しじゃ。それは木戸の体を逆下さに捉えた。木戸は深手の連続でもう限界だった。しかし最後の執念か。まだや、まだまだここからやろ。あのを殺して、あの窓から逃げたら車が待っとる。奴は逃走用のルートを確保していたのだ。やりきってみせる。俺は光れへんのじゃ。そしてドスを振り上げる。もらったね。俺の前でそんなんできるわけないだろう。急激に力を失った奴と腕は緩やかに降りる。剣は完全に切れてもうた。それでも逃げるわけにはいかん。応答朝倉、力を貸してくれ。木戸は左手で銃を構えた。しかし気づいた時には木戸の左手は宙を舞っていた。この罠か総一郎の前でおやっさんを弾くことなどできはしない。そして次の瞬間、木戸、工藤の兄貴の仇取らせてもらうぞ。おかも。すでに小林の兄貴は木戸の懐を侵略していた。